ロザリアは運命の分かれ道に立っていた。このまま進んで夢を追い続けるか、それとも春巡の末走り出す、初めから心の内で決めていた道へと。リリアと一緒に舞台に立てないんだったらこんなものいらないわ。あの時バカリリアのためにたまってなかったら、今頃はお姉ちゃんが崩壊サードのヒロインだったんだから。バカロザリア、寝言は寝てからにして。ロザリアもチャプター1すら生き残れない。は？何言ってるのよこのバカリリア。ロザリアの方がバカ。